はい。はい、と、撮ってます。撮ってます。撮ってます。はい。はい、では。ちょっと待って。それは、録画している。はい。はい。公式 LINE を始めて、はいはいはい。まあ、1週間か2週間ぐらい経ちましたが、はいはいはい。どんな感じですか？あの、ツイッターの DM よりも、なんていうかな、結構リアルな相談とか、リアルな意見っていうのが多い感じ、はいはい、かなっていうのはありますね。だから、作った意味はあったかなって思うね。別にツイッターの DM でいいじゃんって、はいはい、いう方もいると思うんですけど、はい、いや、ツイッターの DM の内容とはやっぱ違う。LINE の相談内容は。あのね、悪い意味で言うと深刻。あ、そうなんだ。いい意味で言うと深い相談が来る。そうなんだ。うんって感じだな。だから、なんかツイッターの DM と公式 LINE の、まあ似たような形式だけど、やっぱ違うのかなって感じますよね。なんか嬉しかったことありますか？嬉しかったこと？ね、そうだな、まあ、普通に応援のコメントくれるのとかは嬉しいですよ、はいはい、朝起きて LINE に応援のメッセージとか入ってると、うん、まあ、それはもちろん嬉しいですよね。などまあ最近だと嬉しかったのは、うん、まあついさっきなんだけど、はいはいはい、編集してる時にもさ一応 LINE 開いてるんで見れるんですけど、はいはい、見てる場合もあるんですけど、はい、毎日、はい、その日課になってると、動画を見るのが日課になってます、うんうんうん、他にも、21時投稿ぴったりに毎日見てますみたいな、うん、待ち構えてますみたいな人とかもいて、僕 YouTube 始めた時に人の生活に入り込めたら勝ち、はいはい、うん、強いって、はい、絶対成功するって思ってたんで、うんうんうん、そういうのが体現できたかな、体現できてるのかなっていうふうに思ってるんですよ、うん、だから、うん、実際にそうやってね、っていうか待って、急にカメラ向けられてこんなにベラベラ喋れるのはおかしい絶対おかしいよね。何の話したっけ。公式 LINE の話だはいはい、はい、だから人の生活に入り込めてるなっていうのは、うんうん、すごく嬉しいなって思いますね、うん、そういうの言ってくださる方もいらっしゃるんで、うん、非常に嬉しいかなと思ってます。はい、あと5分で今年の抱負をまとめてください逆にあと5分も喋れってこと絶対無理でしょ。違う違う、今年の抱負5分以内で、5分以内で、あの、あ、30分になっちゃうんで、よくわかんないけど、そのことが違う違う、長いじゃん、だって。あー、OKOKOK、 あ、ノーカットでいくってことね。まあ、カット、ね、うん、あ、OKOK、 抱負、残りの抱負は、今年の目標はそもそも年内2000人でした、登録者、はい、だけど、もう達成できた目標のことなんてもう忘れましょう、はい、なんで、3000人を今目標にしてますが、はい、正直言うと、ペース的には相当厳しいよね、はい、実は2000入ってからのペースを考えると、ちょっと年内3000は相当厳しいなと思ってます。何かやんないとダメだなって思ってます。面白い企画をちゃんとやってください。ちゃんとやらないといけないなって思ってます、うん、が、あ、今最優先は、まあ、一応ね、毎日投稿なんで、それやりつつなんですけど、面白い企画を投稿できたらなって思うし、まあ、そう思うと昨日の動画か、昨日だっけ、あの電話の潜入調査、おとといかだっけ、忘れた潜入調査の動画は反響はあったんで、はい、まあ、いわゆるああいう面白い動画をたくさん出せればいいなっていうふうに思ってますが、何がバズるかって分かんないんで、やっぱ毎日投稿が大事なのかなっていうふうに思います。まあ、3000人目標なんですけど、やることは変わらないのかなって思ってますね。もちろん面白い企画は考えたりしていきたいかなと思ってます。はい、じゃあ以上でよろしいでしょうか。はい、では編集戻ります。ありがとうございました。